レセプショニストになってますね、一時期。あ、じゃあボブの超ハイトーンやろう。なんかマラトがいないと、なんかこう、なんか物足んない。リアルが最強な人が最強なのかなって。ダブ大会は、斉藤剛と申します。僕は、ダブ大会はの副店長と、カラーラボっていう、研究チームの責任者をやらせてもらってます。美容室アルプの佐藤真奈です。僕は今フリーランスで美容師をしていて、美容室の他にオンラインサロンをやったりとか、ライターの仕事などをさせていただいてます。美容室グロッサの竹田和樹です。よろしくお願いします。副店長をさせていただいてます。辛かったことといえば、まず最初に入った美容院が半年ぐらいで潰れて、なんか無職みたいな感じになって、途中で入った、中途で入った美容室はちょっと途中でついていけなくなって、あ、もう美容師やめようと思って一回やめて戻ったところが大変 で、めちゃくちゃクレームとかもらって、ちょっとずつ良くなって今やっと続いてきたかなって感じです。美容師やめてたわ。やめたね。僕は美容師始めて1年目の頃に手荒れがすごくて全身がもう自信だらけ、もうレセプショニストになってたんですね。一時期3ヶ月ぐらいずっとやってたから、店長とかにはちょっともう君は難しいよと、多分このままやってても手荒れで悩むからもうやめたらみたいな。僕はやめたいとは全く思わなくて、店長に言われてパッとあ、やめた方がいいのかなっていうのを初めて知ったみたいな感じでした。やめようとは思わなかったですね。昔なんか家でもさ、透明の手袋つけてなんかチョコ棒を食べてなかった。料理のインスタグラム、別ジャンルのことやりたい。どうすんだ。多分ゼロ人になったらもう生き方変えますね。世界習得したい。まだ違う。自由だから。自由だもん。自由。もうなんか全然生き方変えて。変わってもいいかもしれない。更新しなきゃいけないみたいな脅迫観念から解放されて、もう世界一周しようみたいな。SNS はなんか飽きますよ。見てる側もやる側もコンテンツが不足してきます。だから新しいあの SNS とかの方がなんか楽しいんでしょう。最近 TikTok とか見ちゃう。アパレルやりたかった。アパレルっぽい。今ポジショニングそこだもん。確かに。トムアートはなんか一個に対してめちゃくちゃ集中する。専門の時もコンテストみたいな専門もあるんですけど、トムアートのテーマがなんか編み込みをめちゃくちゃ入れるみたいな。ずっと編み込みやつどうしてで証拠って。撮ったけどそんな誇れるもん。学生時代の写真とかってあったりします？でダブで22、23テレアポです。もしもし。テレアポ。何よりも渡るが気になるんだけど。これ渡る。浅見もいるじゃん。なんか若い。いいですね。さっきのマナトのその写真も。僕のお店のアシスタントとかも教師のインスタフォローしてるんですけど、斉藤さんの投稿やばいですよみたいなのをすごい聞くん で、その後見るとやばいんで。教師はこれ昔の話なんですけど、アシスタントからスタイリストにデビューするときめっちゃ頑張ってた記憶あるんですよ。すっごいいっぱいモデル入れてバンバンカラーして勢いあったんですよ。なんかチョキチョキとかに出てたりとか徹底的に頑張るみたいな、頑張るってなんかすごいその時感じて、僕その時テレアポのバイトしてて何やってんだろうなってめちゃくちゃ思いましたけど、今頑張るんだよねみたいな、すごいそういうのが伝わってきて応援したくなる感じがすごいな。でも和樹はなんか知識の量とか多分お客さんとかも何でも話できるんだろうなって、天集中型だからなんか知らないことが多いんで、なんかそれがすごいなって。あとはいいやつ。昔マナト覚えてたか分かんないけど、専門学生の時にマナトのバイクに乗ってどっか行ったら覚えてる。え覚えてないな。まあなんかどっかに行ったりしたんですよ。マナト君の運転が異様に荒くて
でも褒めるじゃん、あかんじゃん。なんかこうグループっていうか中にいると、なんかマナトがいないとなんかこうなんか物足んないっていう、なんかそういう存在、いつもそういう存在なんで、なんか周りに友達とかなんか人が勝手に集まってくる感じの人なのかなっては昔から思ってました。懐かしい。懐かしい。まあ、なんかそう言われるとカットですね。カットがすごい好きで、まあ、フリーチンが得意なサロンだったんですよ、昔から。なんでそれでいろいろやってはいたんですけど、高明度なカラー、フリーチカラーって何なんだろう、なんか自分なりに研究し始めたタイミングみたいなのがあったんですよ。でそれと同時になんか SNS っていうもののあり方が、やはりそのインスタグラムの雰囲気に移行してったんですよ。要するに写真で見せる、なんか SNS、 なんか Facebook とか Twitter とかの感じとはまた別で、そのビジュアルワークで見せる。だそれと多分ブリッジっていうのが相性がいいのかなっていうのはなんとなく感じてたんですよ。もちろんお客様を喜ばしながらいろいろこう写真とか撮っていくっていうことにこう面白さを感じた時が、まあ、何年前、6年前ぐらいかなにあって、まあ、ホワイトブリーチ系はなんかやることにこう挑戦してたと、まあ、あとはもうちょっとこうカラフルなものとか、髪型のショートカットのデザインとここにポイントで何か入れたら可愛いかなとか、一番最初カットしなさそうしないですかとか新規のお客さん聞かれます。すげえ。カット先々週してもらいました。ちゃんと最初は、あ、僕はカットでしたね。挫折した美容室がカットの本とかを出版してる美容室で、カットの神様みたいな人だったんで、その人はすごい人だったから自分もいつかそうなりたいってその時は思ってました。自分にはそんな才能もないしなれなかったんだみたいな感じで心が折れて、で次のお店行った時に空いてるポジションがカラー、ブリーチカラーの高明度なカラーをするポジションしか空いてなかったっていうか、空いてるスペースをどこに入ろうかなみたいな感じで、本当はそういうのをやれたいわけじゃなくて、バンドで本当はギターやりたいけどドラム空いてるからドラムやるみたいな、わかりやすい。まあまあまあ、いらない、こういうの。明るめのグレーとかグレージュみたいなやってたんだけど、ちょうどボブをやってた人が辞めて、あ、じゃあボブの超ハイトーンやろうって思ったところからなんかエンジンがかかり始めてました。何が当たる、 TikTok の当たる曲みたいなのって当てようと言っても当たんないみたいで、なんか急になんかなんだこれみたいな感じで聞き始めて、なんか分かんないうちになんか伸びてった記憶がありますね。凄まじい勢いだった当時のあれは。まあ髪はそのトレンドとか時代というか世代とか、あとは価値観の変化とか、なんかいろんなものがこう関わってくるんで、あの美容師側はこう自分が変わんなきゃいけないタイミングみたいなのが多分あると思うんですよ。で、まあ、僕今32歳なんで、まあ、サロンで言っても、まあ、中堅から上、まあ、先がなんとなくこうそのまま行っちゃうのかなっていうのは多分みんなさん感じてると思うんですよ。多分同じ世代の美容師さん不安みたいなのは多少はありますけど、でもやっぱお客様と自分っていうのがこうどんどん年齢も上がっていく中で、そんな中で部屋をこうずっと任せてもらえてるっていうのは、まあこう確かな自信というか、まあ、そういうのもにつながってくることなんで、多分なんか自分がなんかこう いい状態でお仕事できるのって多分3年か4年ぐらいなのかなって勝手に思ってる。その頃には多分30半ばぐらいになってて、なんか技術が上手くなっても世の中の注目度っていうかはずっとは続かないと思うんで、3年か4年の間に何かしないとなってすごい思いますかね。まあ、スタッフとかにもこう聞かれるんですけど、インスタグラムこれからどう頑張ったらいいですかとか、あの聞かれるんですけど、既存のこととかを一生懸命やるのって技術があったりとかお客さんの数やってたりとかってことがないと、意外と SNS もこう上に行かないような感じになってきちゃってるんで、ちょっと極端ですけどなんか別な特技とか、美容師かける動画のクリエイターの方たちみたいな働き方だったり、美容師となんかみたいな感じをこう完全に掛け合わせれる、要するにただ体が得意な美容師っていうその1個のものじゃなくて、プラスこっちのもう1個別ななんかがこうあって、どっちも同じぐらいあるみたいな状態を作れることが多分一番いいのかなと思うので、休みの日とかも今増えてると思うので、ま
そういった時間で使ってどっちもこうビジネス、まあ、ちょっと言い方あれですけど仕事になるような美容師のやり方っていうのが見つけられる能力が必要なのかなとは思います。そうですね、やっぱ調理師をやってみたいな思うのは SNS が強い人が今までは強かったけどリアルが最強な人が最強なのかなって。情報が通通になってるんで行くまで分かんないっていうのが多分もっと分かるようになってなんかはっきりもう見えちゃうと思うんですよね。 SNS が良かったけど行ってみたら良くなかったとかもあるし分かっちゃうのかなっていうのがもっと分かるようにしてくると思うんですよね。その集客サイトだったりなんか少しずつ変わるのかなって気はしますけど知識を増やさないとっていうのはより他の職業に比べてあるのかなっていうのはありますね。ずっと気になってたんだけど見たいと思うこれもう怒られまくって最終ここに来てお客さん取るときて誰も突っ込まれない。なんか仕事してると急にすごい突然なんかがすごく嫌になってああもう嫌だみたいなすぐなっちゃうんだけどそういうことある？やべーな。もう嫌なことがないとさいいことも起きないと思うんだよね。そういうなんか嫌なことがあった分なんかいいことがあったりするのかなとか思うんだけど俺の場合はすごい病んだりとかするからあもう本当に嫌だなって二人を見てるとそんな感じがしないからどうなの？結構すっぱりいろいろやめちゃったりとか180度なんか変えてもなんかするみたいな感じにやってるかも。私は10代のままなので、まあ教育だけきっとっていうとやっぱりサロン内での教育っていうのが限界に来たのかな。そうブランドが切れたらハンサムショートも切れるでしょって言うんですけどその人の切ってるハンサムショートはハンサムじゃないですよ。